伊藤園ホテルズ。伊藤園ホテルズはカラオケ店チェーン、歌広場などを経営するクリアックスグループの株式会社伊藤園ホテルズが東日本を中心に展開している格安ホテル寺院の総称、通称である。かつては伊藤園ホテルグループと呼称していた明確な変更時期不明。それまで東京都でパチンコ店、サウナ、 キャバレーなどが入居する複合施設を運営するなどしていた在日韓国人の実業家、李氏修が倒産して競売にかけられていた伊藤園ホテル、岡県伊東市を2001年に買収したのが始まりである。李は当初、これを自社社員用の研修所とする目的で購入したものだったが、行けると考え直し、改装の上一般向けのホテルとして、同年12月に再開業させた。 理は、その後、倒産や経営不振に陥った宿泊施設を次々に買収、いわゆる抜き出店、格安ホテルとして再生させていった。この手法を用いることによって、2019年3月現在、伊豆、静岡県を中心に、北海道から滋賀県まで、計48館の温泉旅館、ホテル及び日帰り温泉施設1館が、 伊藤園ホテルズとして運営されるに至っている。もともとはクリアックスグループのスタディが運営していたが、2014年10月に会社分割により、同グループ内に新規設立された株式会社伊藤園ホテルズが運営する。グループ名の由来である最初の伊藤園ホテルを筆頭に展開し、伊藤園ホテルの近隣に伊藤園ホテル別館、 伊藤園ホテル松川館を有しているほか、他地域にも伊藤園ホテルを冠するホテルがある。単純に温泉地名を付与する場合と全身のホテル名に組み合わせる場合がある。ただし、近年は関さずに元のホテル名をそのまま継承しているホテルが多い。ただし、漢方の宿草津伊藤園ホテル草津のように全身の名称を使用できない場合もある。一部は、 系列の別会社が運営する非直営の施設が存在するようで、例えば伊藤園ホテル問いの現地に掲示されている温泉成分表示等に株式会社と伊藤園との記載が見られるクリアックス公式サイトでもクリアックスグループの店舗運営会社ホテル部門として以下の企業を挙げている社名から施設との紐付けは一部を除きイメージがつくが、それ以外の施設について 伊東園ホテルズ直営なのかこれら運営会社の、いずれかに委託されているのかどうか詳細は不明。以前は、旅館・ホテル業界では当たり前であったシーズン料金を導入せず、365日同1料金1泊2食付け、という独自の料金システムで営業し、湯西川ホテル・彦根ビューホテルを除く層が最大の特徴だったが、口述の通り、 2017年4月1日付で、熱海地区の一部で、それ以外のホテルでも2018年10月1日付で、シーズン料金に変更された。また、チェックインアウトの時間が自由であったり、多くの施設では、カラオケ歌広場の系列会社だけあり、カラオケを設置した個室数部屋が設置され無料で、貸し切りが、可能、ラウンジなど個ではないところに設置され自由に歌える。 施設もあるとなっているほか、インターネット、囲碁、将棋、マージャンルーム等の付帯設備も無料で提供されていたりする。かつては、独自構築した、旧予約システム上の制約により、熱海ニュー府ジやホテル、静岡県熱海市や熱海近所館、同等一部ホテルにおける、団体客の受け入れ、通常料金体系と異なるを除いて、 原則旅行会社を通しての予約は受け付けることができず、公式サイト上のフォーム、または各ホテルへの直接電話による予約となっていたが、2014年に予約システムを刷新し、現在は外部からも予約が申し込めるようになっている。安価な宿泊費の実現のため、人件費を徹底して削減。中井を廃止、食事はアルコール飲料を含むバイキング、ただし、 追加料金で特別料理も追加できる。メニューは宿によって異なるとした。また客がチェックインする部屋にはすでに布団が敷かれている。人件費の他にも取りまとめ以外からの仕入れや工事の発注など、地元温泉街の敷き足りとは異なる独自の運営を行っている。また、宿泊施設自体も徹底的に安価に購入されたものであり、物件によっては、 当初の建設費の10分の1以下の価格で買い叩いものである。明確な時期の境はないが、2010年前後より一部ホテルで実施していた部屋食のシステムが廃止されたり、アルコール飲料飲み放題の有料化、シーズン料金の導入、宿泊施設内にある飲食設備、喫茶や居酒屋を廃止するなど、サービスや経営面で合理化が進んでいる。 部屋のタイプなどは問わずに統一料金とするのを基本としているが一部では風呂付きの部屋や二松付きの大部屋などの特別室あるいはオーシャンビュー等の景観保証オプション設備が極端に劣る休館や窓が小さく景観のない洋室一人部屋等で料金差をつけている施設もある熱海館、熱川、オゼロ神山学僧、ニュー桜、木野川ではそれぞれ隣接する 複数施設、ニュー桜はん、それ以外はにを一括買収し、連絡通路を新設の上、熱海館は元来は同じ施設の本館と文館を分離独立させていたものを一括買収したので、通路は季節、フロントやバイキング会場などを集約して一つの施設の本館と館の関係にして開業した。特に三楽層は本館と別館で浴場の源泉、 性質が異なることを売りにしている。逆に、あたがわ、ニュー桜では、別館の浴場は閉鎖された。2017年4月1日より、熱海エリアのうち、熱海ニュー富士屋ホテル、熱海近所館、ホテル大野や、熱海シーズンホテルを、伊藤園リゾートと位置づけ、正式に、シーズン料金の導入、バイキングのグレードアップ、客室の改築、 熱トミエリアの巡回バス運行の対応が行われた。これら施設はもともとグレードの高い施設に位置づけられており、料金が高めとなっていたが、それがオフシーズン最低料金となり、ピーク料金は一般施設の早割などの割引料金と比べると倍の値段となる。2018年10月より全ホテルでシーズン料金が導入された。人生は旅。 をキャッチフレーズとしており、ロゴ化したものが、館内スリッパ、タオルなどに印字されている、業務効率化で一部省略されつつある。2019年頃からは、いい湯加減旅加減。という、キャッチフレーズ及び、7800円からの通える、温泉宿というコンセプトを新たに使用開始し、同年8月より、俳優の柳場敏夫を CM キャラクターに起用している。 温泉地を中心に展開しており、伊豆半島のほか、北海道、青森県、福島県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、長野県、新潟県など、東日本各地の温泉で合計40館を運営している。また、温泉の他シティホテル業にも進出しており、長野県小諸市、滋賀県彦根市で、計2館のシティホテルも運営している。 年末年始、ゴールデンウィーク夏休み以外の時期には、新宿駅、横浜駅、上野駅、池袋駅、浜松駅、静岡駅、京王八王子駅、仙台駅、新潟駅などから、往復バス、いわゆる観光地周遊型高速バスが、運行されている。原則有料だが、キャンペーン等で無料、もしくは割引運行されることもある。土曜日は除く。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。